はい、どうも、イータです。今回はですね、大事なお知らせということで、お知らせということでね、出させていただいたんですけどね、シリーズとは違ってね、今回、この動画を出していた、この動画を、出す理由といたしましては、私、皆さんご存知だと思いますけど、現役のね、大学生、ということでね、やっていますけど、今ってか、来週から、もう、定期試験が始まるんですよね。で、ちょっと、投稿頻度もそうなんですけど、週4でやらせていただいてるんですけど、ちょっとね、やっぱりね、単位をね、落としちゃいけないんでね。別にまだ単位を落としたわけじゃないですよ。全然、僕、一応、去年はフルタンだったんですけど。でも、この実況を始めたのが、1月の、だからもう冬休み始まってからですかね。ですから、全然学校生活には支障はなかったんですけど、その4月2年生、まあ僕2年生なんですけど、2年が始まってから、もうこう、やり続けて3ヶ月がもう経ちますけど、さすがに、ちょっと最近ずっと3時間、4時間、5時間とかもう睡眠時間が削れてて、やっぱりその、春休み、1月から始めてから4月までの春休みは、まだずっと休みが続いてて、まあ、別に余裕で動画を撮れて、編集もできるって時間があったんですけど、さすがにやっぱりこう、学校生活が始まって、こう続いていくと、なかなかそういう時間って取れなくなってくるんですよね。本当に朝早くから学校行って、で、帰ってくるのも8時頃なんで、そっから帰って、夕飯食って、風呂入って、ってなるともう10時くらいになってて、9時、10時くらいになってて、で、しかもそっからまた動画撮影して、編集して、で、しかも休日も返上して、動画作って、動画撮って、編集して、っていう風のを繰り返してると、またプライベートの時間も失われていくんですよね。で、しかもテストの今の時期、テスト勉強する時間も失うってなると、さすがにちょっと、単位も取りにくくなりそうで、危ぶまれそうだなっていうのを出てきてるんで、今回、ちょっと今、さっきまで動画撮ってて、思ったんですけど、さっきのその2時間ぐらい撮ってたんですよね。その2時間でどれぐらい勉強できたかって思うと、ちょっと今、悔やまれるというか、そういう思いがありまして、で、ちょっと撮影しながら思ったことは、ちょっと動画スタイル、動画のこの投稿スタイル、A 列車に、限ってなんですけど、ちょっと、A 列車の投稿頻度を下げようかなっていう。下げるって言っても、質はそのままじゃなくて、なるべく上げていきたいと思います。他にも A 列車の、実況されている方、たくさんいらっしゃると思いますけど、やっぱり、僕みたいに、週2だね。週2で投稿してる人って、あんまりいないと思うんですよね。で、多分、だからその、A 列車やってる方、大変、身が、多分わかると思うんですけど、さすがに週2で、この A 列車をやろうとするのは、ちょっと酷だな、酷でしょっていう。うん。さすがに僕もちょっと、心身ともに、さすがに限界になってるんで、まあちょっと自分のね、身を案じつつ、やっぱりその今後のね、大学の単位次第で、やっぱり今後の人生決まってくるので、
なるべくそのリアルの方を大切にしたいと思った結果、A 列車の、動画スタイルは、他の実況者さんと同じような感じで、動画、だからその趣旨をちゃんと、なんて言うんでしょうかね。ちょっと言葉にあんまり、なんて言うんでしょうかね。語彙力がちょっとあんま足らないんですけど、まあ、なるべくその、僕の今の動画のスタイルとしては、こういうのを作っていこうって言ってるんですけど、それは大体一日というか、その時に、もう、なんて言うんでしょうかね。その時に、撮影してる時に作って、バッて、編集して、出してるっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと裏作業してる部分もあるんですけど、やっぱりね、他の投稿者さんと同じような感じで、ちょっともちろん作ってる過程もそうなんですけど、なるべく時間をかけて、なるべく時間をかけて、より質の高い動画を皆さんに提供していければなと思っております。まあ、もちろんもう、なるべく早く、ね、やっていきたいと思うんで、あと編集もね、だから本当に、今月の頭もそうですかね、結構続いてたんですけど、当日撮りが多くなってまして、で、その日にもうすぐ編集して、パッていう、なんて言うんでしょうかね、こういうの。もう当日に、だから撮って、すぐ撮って、粗編集っていうのかな。まあ、だから少し粗い編集、カットだけとか、そういうことが続いてしまったんで、ちょっと個人的に、僕の性格的には、あんまりそういうの許せなくて、やっぱり、せっかくね、動画を出すんだったら、より質の高い、動画を皆さんにね、出していけたらなっていうふうに、毎回、そう感じてたので、だからこれからは、そういう、ちゃんと、時間をかけて、立派な、街づくり、立派な、ダイヤを組んで、ね、今、こうやってもう、ずっと感情線ばっかじゃないですかね。ね、だこういうのばっかじゃなくて、他の皆さんがやってるように、しっかりとしたね、自分の理想のね、なんだよ、ちゃんと凝ってる、路線とかを、まあ、走らせたいし、ちゃんと、なんて言うんでしょう、まあ、何度も言ってるんですけど、質の高い編集もしっかりとやって、質の高い、動画を皆さんにね、お見せしていきたい、という形にしていくという、まあ、お知らせなんですけどね。まあ、言いたいことはそれだけなんですけどね。まあ、もしこれでご不満があるんだったら、まあ、ちょっと、あれなんですけど、やっぱり僕としても、まあ、自分の生活が第一、まあ優勢なんで、まあでも、なんでしょうかね。僕の性格として結構こういうふうに思う考えちゃうんですけど、まあ気楽に楽観的に行きましょうか。まあですので、まあ多分今まで通りに週2投稿はもうなくなると思うんですけど、まあなるべく、まあ今はちょっとテスト期間中に入るんで、まあ多分ここ1週間、2週間は、もしかしたら出せなくなるかもしれないですけど、まあ、絶対的な約束としては、まあ、1ヶ月に一度は絶対出せんじゃないですかね。月1。月1投稿は多分出せると思います。まあ、多分皆さんは、あれですよね。週1では必ず出してるような感じですよね。まあ、ですから、まあ僕も、もう今月は、とりあえず、テスト期間終わっても、来月の頭からはもう休みに入るんで、まあそういう時は週1で出せると思います。ですけど、こういう忙しい時は、まあご了承くださいっていう形でね、させていただきたいと思います。ということで、まあ今後は、まあそういう風なスタイルでやらせていただきますということで、
締めさせていただきましょうかね。まあちょっと今動かしてみると、まあ今こんな感じじゃないですか。で、今こうやって街づくりしているんですけど、まあ今風光明媚なローカル線編という形で今このマップいらしていただいてるんですけど、だからまあ、そうですね。なんか例えば、まあこの、前回はこの環状線を作っただけじゃないですか。じゃなくて、もうちょっとね、なんでしょう。他にもこうやってパーってやって、もう、情報量が多いね、動画をね、出していけたらなと思います。ちょっと語彙力足らないね、ほんと俺。ね。まあだからね、もうちょっとね、皆さんにね、楽しんでいただけるようなね、動画を、かつ、僕のね、生活に支障が出ない程度のね、なんでしょう、YouTube ライフをしていけたらなと思います。はい、という感じでしょうかね。まあだって、こういうトラックもさ、全然だってもうバスとか走らせてないじゃん。そういうのもさ、やりたいんだよね。だからこういう適当な感じじゃなくて、ちゃんとしっかりとしたね、街づくり、やっていきたいんでね。まあ、A 列車ってもとそういうもんだしね、時間をかけてやっていくもんなんで、あんまり、せっかちだとね、今の俺みたいにね、こういう感じになっちゃうんでね。ですから、まあ、次はいつ投稿するかわかんないですけど、まあ、なるべく、まあ、だから、今月はもしかしたら厳しいかもしんないですけど、まあ、さすがにね、だから、ちょくちょくやっていく感じで、うん。ちょくちょく、まあ、時間があったら、作ってって、で、出す動画としては、まあ、あれこれ何度も言ってるよね。だからこういう感じで、なんか、こういう、昔もやってたんですけどね、ちょいちょい。こういう感じで、こんな感じになりましたって。ここはどこどこ駅で、ここはこういう地区で、とかいう風に、なんか、やっていけたらなと思いますね。まだ自分の、なんて言うんでしょう。なんていうのかな、研究、なんていうの、まあ、また語彙力ないな。あれだね、報告だ。報告動画って感じなのかな。まあだから、最初だとこういう建物がなかったんですけど、今こういう風に建って、こういう風に発展させましたっていう感じですかね。言いたいことわかりますよね。うん。言いたいことわかりますよね。うん。皆さんならね、まあ、理解力あると思うんで、うん。多分わかります。はい。ということでね、今回こういうね、閉まらない感じになっちゃったんですけどね、これで、終わりにさせていただきたいと思いますね。まあ、ちょっと悔しい部分もあるんですけど、やっぱり、こういうゲームなんでね、まあ、致し方ないと思いますね。まあ、A 列車には A 列車なりのね、楽しみ方もありますね。ちゃんと、自分の体と向き合っていきながらね、体生活人生と向き合っていきながらね、頑張っていけたと思います。まあ、何度も繰り返しになっちゃいますけど、まあ、多分次出せるのは、テストが終わった後ですかね。とりあえずテストに集中したいんで、まあ今後、だから次出せるとしたら、8月の頭か、もしくは、7月の後ろですかね。一応30日には、テストすべて終わる形になっていますので、31も空いているんで、まあ、そうですね。そこからより、高度なね、こともやっていきたいと思いますし、まあ、夏休み企画としてなんか他のもね、やろうと思ってるんでね。はい。楽しみにしててください。ということでね、まあ一応、だから今日の、風光明媚のローカル線編と、明日の、会場都市計画編。まあ、この土日の方を、とりあえず、投稿は、なしということでね。今日、明日はなしということで、させていただきます。まあ、だから来週もなしかな。うん。ですから、まあ、出すときは出すときで、まあ、いや、事前報告はしなくていいか。だから出すとしたら、いつ出すか、曜日決めたいんですけど、まあだから、どうしましょうかね。皆さんは、
いつに出してほしいかな、かな、その、曜日。日、月、火、水、木、金と、皆さんが、その、見やすい、その、曜日っていつですかね。その、仕事やってる方もいますし、あと、基本的にいつでも YouTuber 見返せるからいいんですけど、どうですかね、日曜日とか土曜日、金土日あたりですかね、やっぱり見るとするなら。まだじゃあちょっとアンケート乗っけておきますんで、まあ、一応金土日かそれかその他形で、それかまあコメント欄でいいですかね。まあ僕まだまだね登録者数少ないし、コメントあんまり少ないんで、まあコメントの方が見やすいと思うんですけど、まあコメント欄で、まあそうだね、コメントをちょっと社員のね方もいると思うんで、じゃあアンケートにしておきましょうか。金土日、その他という形で、その他はめんどくさいね。金土日でいっか。うん、金土日、この3つの選択肢の中から選んでいただきたいと思います。だからもし出すとしたら、その曜日に、金曜日に選ばれたら、じゃあ金曜日に出します。はい、土曜日になったら土曜日に出して、日曜日になったら日曜日に出します。まあいつできるかわかんないけど、完成次第出す、その曜日に出すという形に、させていただきたいと思います。ちょっと話が長くなっちゃいましたけどね、まあ言いたいことは全部言い終わったんで、これで終わりにさせていただきたいと思います。ということで、次また会えるのはね、いつかわかんないですけどね、皆さんより楽しませるような、ワクワクさせるようなね、動画作りやっていきたいと思います。ということで、ここまで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アストレイゴー。